本部建物。紫色の垂れ幕には埼玉県四季市の方が昭和63年に寄贈したと書かれてあった。本部入り口。手前の石中には左に広志館教会本部、右に神宗教文教会と書かれ、後ろには混竜明治四十何年と書かれてあった。その後ろの広志官事委宮と書かれた鳥居は平成19年混竜。 広志観光とは、東京都稲城市にある明治時代初期に創始された御嶽港の団体。海祖は、主権社の松浦利平。御嶽港とは、基礎うた信仰に基づく校舎で、一般に基礎うた信仰の海祖である革命を継承する校舎を革命校と呼び、第二の祖である広志観を継承する校舎を広志観光と呼ぶ。通常、広志観光といっても、 校舎としての名称は様々だが、この校舎では校舎独自の経緯から、広志観光を団体の名称としている。松浦は、基礎音竹山での修行の際に、広志観行者と一体化する宗教体系を持ち、目次敷広志観を名乗って、家事儀頭を行うようになった。一時期は、神宗教の参加に入って活動するが、やがて、広志観光を組織する。 広市観光の最盛期は明治20年代から昭和初期とされ、特に病気兵与や長兵与家の祈祷で知られていた。現在も東京都稲城市百村201に,に本部が存在する。人通りの少ない細い道に面しており、背後は林に面している。普段は無人の様子。ありがとうございます。